オートヘイブンレッカーズブラッドロッチに雨つかな雨つかな仮の興奮あらへんででもあかな雨つかなほいパムーレーションの血がやべやばいこれはムックおかしくないちょっとタイミング的にいや、まあ、まあまあまあ間に合わんタイミングではあったかなとは思うけど今殴られるタイミングおかしかったでしょ若干ラグいなちょっと早めに板倒していいかなやばい来てんね来てるね来てるけどちょっとイースフルコンでーすはいジング来てるはいはいはいちょっと怖いなうわっちょっと待ってどこで振ってんのよいや向こうもラグいんやろなえおおラグいからかなんか弱うのも立ち止まる時間が長かったよなんかういお当たってないんおーおーおおモレルがおモレルタゲ取ってくれるかなえ来てる来てる来てる来ないで去った脅威は去ったくせああうー来てるー待てよちょっと待ってあんまりいたぐるしたくないよななんかどのタイミングでやられるかわからんからなジャングルでしっかり離れて来ないかなさすがにこの端っこには来て H どうしよううんこっちこわっ向こう回ってるなんか知らんけど OK いやはーい一瞬キャンプされんのかと思うな釣った後もさちょっと硬直するからさおいいねそしてアドレナリンボーやっぱりアドレナリンは最高だぜそしてあねちょっとねどうなんやろノーワン臭くはあんねんけどねうん待ってこれはいやー4窓でラグイのちょっときついよなうんもう倒してこれ待てよ来てる止める向こう回ったやん今しかもノーマンじゃなくてデボアやしはいはい潔く天に召されます無理ですお父さんお母さん本当にありがとうございました山岡亭怒りの聖書にて新スキンのケイトさんでございますが上着だけ新スキンじゃないですねとうとう金髪ツインテールを出してきたかという感じでちょっとびっくりしたんですけどただねスキン買ってみると金髪ってより白髪なんですよねちょっと結構年いきめのおばあちゃんがちょっと無理してツインテールをしてしまったかなみたいな感じにも見えないことがなくて買ってみて若干後悔をしている方もいらっしゃるかもしれないなんかねコンセプトアートみたいなやつさ販売するときあるじゃないですかあの絵のケイトはめちゃくちゃ可愛かったですなんかロリポップチェーンソーっていうさあのゲームとかあったりあんな感じで結構ねロリータ可愛いケイトみたいな感じだったんだけどちょっとなんか白いんだよなささ直っていくで上着も買ってんけどなんか上着このアメリカの服でこれはこれで可愛いなと思ったので、うん、セットで上着だけ買いできたって感じですねナイス結束どっちに飛んだかが丸分かりなのでお助け丸に行きますバベチリやなこれはどう見ても、ね、はいというわけでバベチリで向こうに行ったので
私はこの人を助けるよ。で、どこやろうかな。真ん中の櫓でもやりましょうか。で、今日のパーク構成なんですけど、うん。まあ、このケイトが、また運営ったらこんなスキン出してみたいなね、狙ってきてるなという感じだったので、こんなデッドハードなスキンを出されたら、俺たちボイルオーバーしてアドレナリンが出ちゃうよ。ね、共感するでしょっていう構成なんですけど、いかがですか非常に共感すると思うんですけど、救いに行ったね。じゃあ、俺はこのデビキンが回していたであろう途中の発電機をやりたい。向こう側の発電機が直ってるから、こっち岸の発電機1個やりたいねんな。ここやりきれるのは結構でかいと思う。そして矢倉抜けたらもう相当カチカチ山、しっかり隠密していこう。ナイスナイス救助。さあ俺はここを直す。こっち来るか。お、めっちゃ板倒せやん。おお危ない。大丈夫か。でもデッドハード持ってるかな、ね、おおめっちゃ板倒すね。ナース相手に、ね、まるでトフォーニとチェイスしているかのような。あでも倒れちゃった。あ今回ディサイシブストライクがないんですね。結構さ、なんか破滅弱体化してからサバイバーも気を使ってのことか。なんだ、あライトやってんか、はい、サバイバーも気を使ってなのかね。なんかディサイシブストライクがない試合増えた気がする。いいかな、 OK。 あれは追われるよな、どう見てもさあこれ直しきりたい。ここを直しきれれば発電機が偏りにくくなるので、また嬉しい状態になります、はい、頑張れチェイス。ライトマンナイスナイスでね倒れた。でもここは直しきれるやろ。直しきりたい。釣った後バベッチリーナで見られてこっちに来る気がするので、たださすがに来るまでに直るっしょこれ。オッケー、来ない来ないかな、まあ、こっち、うん、まあまあでもだいぶ全然偏ってないから、うん、これはいいのでは。ここがあって、はいはい、でこの釣られてる人付近にあるでしょ。 OKOKOK で向こう側にも1個あるでしょ多分。いけるわこれは。うん、持ってきたね。ちょっとこれ俺タゲ取ろう。音鳴ってて俺の方に来ないで。ダメか、くそまあちょっと距離取って1回目のブリンクは届かないでほしい。そうそうそう。で、あ、振らないね、うまい。くそ、しっかりそこで振ってこないのはお上手や。くそ、デッドハード読まれてたな今のな。ギューン、バレテーラ、バレテーラ、バレテーラ、オッケー。今のはブリンクをミスってくれた。よかったよかった、うん、さて、あっ終わった。おお何今の、えあれ神れなりなんだが、しかも2人これはあう、これにはナースもドッキリでしょ今の。えだって残り発電機2個じゃなかった。びっくりした。ほぼ同時に治ったってことやんねこのジャストタイミングでの同時に子付けとか、ちょっと安全に行こう。 VC パーティーを疑われるぞこれはああな、開けとんかい。ちょっとどうしよう。じゃあちょっとせめてデッドハードを回復しよう。うん、デッハを回復して安全に行こう。いやマジでちょっとびっくりしたな今のいやちょっとだって全然、あ無理だって普通に諦めてた。あの残り1個やったらさ、ついてくれついてくれとか言うんやけど、残り2個やったから頭の片隅にもなかったわ。アドレナリンが発動して助かるというケースねえじゃあちょっとデッドハード回復させていただきます。あみんなも順調に
っていうか、あ、早かったな今回も発電機回んの。うん、絶対10分以下でしょこの試合もね。いやけどちょっとアドレナリンの刺さり方がとんでもなかったのでね、ちょっとこれは動画にしたいな、うん、ケイティのこのね、セクシーケイティのね、俺たちを狙って出してきたね、この圧倒的スキン、いかがでしたでしょうかね。ケイト俺全然持ち力じゃないのに買ってしまいましたわ。でもねまあ正直あのこんな感じなんでどうでしょうという感じなんで、うん、まあちょっと皆さんもよかったら買ってみましょう。はい、あーなるほど、ちょっとがまマッチですな。まあ一応プラマイ、いや6ではないもんなでも面白い試合でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などお願いします。今日のラッキーパークはアドレナリン。アドレナリンを出しすぎるとすごい心臓に負担がかかるみたいなので、一瞬で怪我が治るほどのアドレナリンを放出しているサバイバーは多分脱出後死んでいるので、皆様もお気をつけください。